こんにちは、萌えです。今回は作品を描いている動画を見てもらいながらですね、マスキングテープを使って描くときの注意点コツについてお話をしたいと思います。まず今描いているのはですね、私の作品なんですが、マスキングテープを使っています。でマスキングテープ、これはですね、私が使っているのはホームセンターとかネットでもよく売ってるやつですね。普通のやつなんですけど、日版さんのやつをよく使っています。でこのマスキングテープ使うとですね、まあ、その名の通りマスキング、覆う、まあ、隠すっていうことなので、そのマスキングテープを貼っているところは、空白というか色がねつかないっていうことなので、そういう形に自分のねしたい形つけたくないところにマスキングテープを貼って、その周りを塗っていくっていうやり方をしています。でなんですが、これね便利なんですけど、使い方によって、まあ、よく失敗したりとかはみ出たりとかっていうことがねあると思います。でどうやったらこううまく描けるのかとか失敗しにくいかっていうのがですね、まず貼り方です。で貼り方、そして書き方、あとはね素材ですね。まずこの貼り方としては、空気が入らないように貼ってください。まあ当たり前なんですけど、少しでもですねキャンバスとこのマスキングテープの間に空気が入っていると、その間からですねこの絵の具が染み込んじゃって、このマスキングをした意味がなくなるというか、まあ意味はあるんですけど、なかなかねこうちょっと滲んで入っていっちゃったりします。そうするとね仕上がりが綺麗に ならなくなります。なのでこのマスキングテープ貼ったらですね、爪とかでギュッギュッと押さえるようにして隙間をなくしていってください。でそれができるもの、できないものあると思います。というのも今使っているのは麻のキャンバスなんですが、朝のキャンバスでもですね、目が粗いものと目が細かいものとかね、いろんな種類があります。で私が使っているのは目が細かいものを使っているんですけど、粗いものより細かいものの方がマスキングテープには適しています。というのもなるべく表面が滑らかな方がマスキングテープがギュッとくっつくので、これね隙間ができにくいです。そうすると隙間ができないので絵の具もねにじみにくいっていうことですね。なのでもっとね木とかでもこうピタッと貼れるときはですね、めちゃめちゃ綺麗にマスキングできるんですよ。なんですけど、これがもっとボコボコしたものだと、こう隙間がねできやすいものだとですね、そこからちょっとでもこうにじんじゃうとですね、こうガタガタってなってしまうので、そこがねキャンバスの選び方とかも大事になってくるかなと思います。で次にこのキャンバスの選び方の次ですね、あと書き方にもよります。これもこのキャンバスとマスキングテープの隙間、ここに入り込むように書くと良くないです。まあ自分でね入り込ませようと思って書いてるわけじゃないんですけど、筆の動きですね、なるべくこのマスキングテープとキャンバスの隙間、この方向に筆を持っていかないっていうことですね。例えばこれだと、縦にマスキングテープ貼ってあるので、筆の動きもなるべく縦の方がいいです。まあ、縦とか斜めとかね、そういう方がにじみにくいです。このマスキングテープに逆らってですね、横にこう、左右にね筆を動かしていくと、この隙間に入る確率が高くなります。なのでそういう筆の向きとかですね、そういうのも気にしながら筆を動かしてください。であとはですね、この絵の具の水分量ですね、これも水分量が多ければ多いほどにじみやすくなっていきます。であとは多ければ多いほどこのマスキングテープ紙なのでふやけていきます。でこれぐらいの絵の具だったら別にふにゃ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 なることはないんですけど、
それでもですね、すごく大量に水を使うとふやっとしやすいので、そうするとね、剥がれちゃったりとか、ふやっとしてぐちゅっとなって、こうシワができてね、隙間ができちゃったりとかいうことがあるので、水の使いすぎにも注意ですね。で、あとは、絵の具の使いすぎも注意です。もちろんしっかりと絵の具使わないと色がね、乗らないので、普通には使うんですけど、あんまりこうボコボコ立体的になるほど使いすぎてしまうと、このマスキングテープを剥がした時に、そのマスキングテープと一緒にボコッと立体的になっている、その大量に乗せたアクリル絵の具がね、ベロッと剥がれてしまうことがあります。なので、もし立体的にしたいのであれば、マスキングテープを剥がす前にちょっとカッターとかで切れ目を入れとくとかした方がいいと思います。そうするとね、その一緒に、あのマスキングテープと一緒に剥がれちゃうことはないので、そういう対応が必要です。で、そうじゃなくても、この立体的に、ね、なるぐらい、大量に絵の具乗せてなくてもベリッと剥がれてしまうことね、たまにあるんですよね。なので、剥がすときはゆっくり慎重に剥がしてください。これね、ビリビリって剥がしちゃうと、一緒にこの絵の具持ってかれることがあります。そうなるとね、また描かないといけないってなるので、気をつけてください。で、このマスキングテープ、繰り返し使う人はですね、使ってもいいと思うんですけど、一回使うと結構ね、ふにゃふにゃになるんですよ。その水気を持ってかれてふにゃっとしてしまったりとか、やっぱりこの一回こう引っ張ってるので、それでね、ちょっと伸びちゃってふにゃふにゃってなったりとか、あとは綺麗にこうベロッと剥がれなくっても、このちょっとだけね、絵の具持ってかれて剥がれちゃうと、そこがね、ギザギザってなっちゃったりして、次にまっすぐの線がね、できなかったりとかするので、使い回したいときは綺麗に剥がれたやつだけ使うとかね、そうするといいかなと思います。あとは剥がすときに気をつけておくとかですね、そうやって使うといいと思います。あと、もちろん粘着力も1回目よりは落ちるので、そこも気をつけて使ってください。で、私の場合はこれもですね、今貼ってあるところはさっき一番最初に使ってたところなので、2回目これ再利用してるとこなんですけど、これぐらいだとね、 2,3 回だと結構使えます。ただこれ剥がすときに乾いてからの方が私はいいかなと思います。というのも、乾いてからだと、その一緒にね、この絵の具がベリって持ってかれるっていう可能性も、そういうデメリットもあるんですけど、それを気をつければ、いいだけで、乾いてない時に剥がしてしまうと、それがね、この描きたくない部分に絵の具がびちょってついたりとか、そういうことがね、この乾いた後だとなくなるので、そういうミスが、ね、なくなります。なので、私は結構乾いた状態で剥がすことの方が多いです。で、それを剥がしたらちょっとね、取っておくんですけど、一回伸ばしたやつでもね、くるくるんってなっちゃって、すぐねダメになっちゃったりとか、ゴミになっちゃったりするので、どこかに貼っておくとかね、そうやって保管しておいた方がいいと思います。でも、その保管も何日もね経つと乾いちゃうので、この粘着力なくなってくるので、もうすぐに使った方がいいです。私の場合は剥がして、他のところにこうちょっと止めておいて、全部剥がしたらすぐに使うっていう感じですね。で、あとはこれも、普通に絵に再利用することがなくてもですね、これはテープなので、もったいないのでですね、乾いててこの絵の具がつかない状態、綺麗な状態であれば、これをなんかこうゴミ取りに使ったりね、ちょっとその辺の髪の毛取ったりとか、ゴミ取りにペタペタしたりとか、そういう感じで使ってから捨てるとね、ちょっと利用できるかなと思います。はい、ということで、今回はですね、アクリル絵の具とこのマスキングテープを使って絵を描く時のポイントについてお話ししました。皆さんもぜひこのマスキングテープ、このね、まっすぐな線だけじゃなくても、いろんな形でも使えるのでですね、ぜひぜひ試してみてください。何か質問があればですね、コメント欄に残してもらえたらと思います。ということで、また次の動画で。バイバイ。